はい、どうもこんにちは、クリラバです。今回はですね、グラブメンテ界に革命を起こすかもしれないグラブオイルをご紹介しようと思います。今回ご紹介するグラブオイルがこちら、ローリングスさんから出たレザーパワーチャージというグラブオイルでございます。こちらのオイル、まあ簡単にご説明しますと、革の繊維を引き締めてポケットの硬さを復活させるというオイルでございます。なんとこれを使うことによってぺっちゃんこになっているグローブが硬く戻ると、革の繊維が引き締まってしっかり張りが出て開いてくれるという、ことらしいです。今回はこちらのグラブオイル実際に使ってみて本当なのかちょっと検証してみたいと思います。でこちらのオイル、まあ、どういうね、成分が含まれているかっていうと、柿渋エキスっていうものが入っておりまして、その柿渋エキスが革の繊維を引き締め、PVA 配合でグリップ力も向上するということです。で、ローリングスさんが公式で出している画像にこういう画像があるんですけども、こちらまあ本当かと、本当だったらすごいんじゃないかっていうね画像なんですけども、こちらをですねちょっとツイッターで上げてみたところ、なんと79件のいいねがつきました。そしてね、ぜひ動画にしろということを、言われたので、今回は実際にねこちらを購入させていただいて実際に使ってみようと思います。ということで今回はですね、こちらのちょっとねぺっちゃんこになってしまったグラブをお借りしてきました。こちら僕のではないんですけどね、今回撮影、まあこのオイルの検証のためにお借りしたものになります。こちらに実際にこのオイル塗ってみて、まあ1日経過後にああいう画像のようになるということでしたので、まあ、実際に塗ってみてね試してみようと思います。はい、ということで実際に使っていこうと思います。こちらのグラブ、事前に汚れ落としを済ませてあります。汚れをついた状態でのオイルの、塗布はちょっとあまり良くないと思いますので、ご使用の際はしっかり、クリーナーなどで汚れを落としてから、ご使用いただくことをお勧めいたします。でこちらのオイルのね使い方なんですけども、ボトルをよく振り、布または、乾いたタオルに適量を出し、お手入れ箇所にご使用くださいというふうに記載がしてあります。今回はこちらのタオルにねつけて、補給面全体に塗っていこうと思います。おそらくですね、補給面側だけで十分あの効果が出るということだと思います。またこちらベタつきがなくて、毎日のご使用でも重くなりにくい水溶性タイプのオイルということです。でね、ここにも書いてあるんですけど、このぺったんこ具合がこうなるとっていうことなので、こうやってね寝かせてしまうと今回こういう風になってしまうグラブなんですけども、予想ではこれぐらいまで、まあ画像の通り行くんでしたらこの程度まで行くということらしいです。本当なのかちょっと試してみようと思います。ということで早速ですね塗っていきます。まずはよく振ってから、乾いたタオルにオイルをつけていきます。そしたら、まあ、小指側から順番に塗っていきます。はい、ということで今一通り塗ってみました。ですね、まあ塗った直後の感想としては、まあもちろんグラブオイルですので、まあしっとり感はすごく出たと思います。でまたね結構グリップ感、この音聞いてほしいんですけど、こういう風にちょっとグリップ感も出てくれたと、まあ、これは記載通りの効果ですね。 PVA 配合によってこのグリップ感が出ているようです。でさっきまでペタってしてたグラブ、まあ塗った直後なんであんまりあれですけど、お、どうですか。先ほどまでペタってねついてたんですけど、普通に置いてちょっとだけこの心がかかりますかね、ちょっと開いた感じがします。でこちらのオイル1日置くと、まあ開くということらしいので、まあこの状態でこういう風にね1日保管しておいて、まあ、明日ですね、どうなったかっていう風に見ていこうかと思います。それでは、明日まで飛ばします。はい、ということで、翌日でございます。昨日の最後の、撮影した時間帯と、ほぼ丸々24時間、置いておきました。まあ、置いておく形なんですけども、普通にこう置くんではなくて、ここに S 字フックを
こうかけて、こういう形で吊るしておきました。じゃあ早速ね、効果のほど見ていきたいと思います。いきます。はい。結論から言いますと、かなり開きました。写真のほど、まあ写真だとね、これぐらいっていう感じだったんですけど、まあそこまではいかなくとも、かなり、変わりました。まあ土手の硬さが特にね、ちょっと戻ったかなという感じです。1回の、オイルの塗布でこれだけ戻るんでしたら、まあ毎日というか毎回のメンテナンスでね、継続的に使うことによって、もっと開いてくるんじゃないかと思います。で、まあ、オイルを塗った翌日の、まあ、革のね、感じなんですけども、ちょっとパリッとした革質になりました。まあ、オイル特有のね、まあ、しっとり感っていうよりは、ちょっとパリッとした感じですね。あまり、まあ、まあ、革によると思うんですけども、ちょっとね、パリッとした、思ったよりも、しっとり感っていうよりは、パリッとした感じに仕上がりました。まあ、このグラブ、外野用ということもあり、芯のね、長さ、まあ、重さもあるので、まあ、自重でね、やっぱり親指が沈んでしまうっていうのはあると思うんですけど、まあ、内野用でしたらもうちょっと、まあ、グラブ全体も軽いですし、芯の長さもないので、もうちょっと開くんじゃないかと思います。で、外野用でね、これだけ開くのであれば、まあ、内野ももっと期待できると思います。まあ、いずれにしろ、効果はかなり高いということが、分かったと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はこちら、ローリングスさんから新たに新発売されたレザーパワーチャージのご紹介でした。今回はね、1回でのお手入れで、まあ、どういう効果を発揮するかっていうご紹介だったんですけども、先ほども、言ったように、継続的なご使用でまたね、大きな効果が見込めるかもしれません。もしグラブが必要以上に柔らかくなってしまっていたり、まあ、ぺっちゃんこになったグラブどうにかしたいなって思ってる方いらっしゃいましたら、こちらのオイル、まず、まあ、買ってみて使ってみるのも一つの選択肢なんじゃないかなと思います。ということで本日の動画は以上になります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。